待機児童数が全国最多の世田谷区は、新年度予算で保育所の定員をこれまでで最も多い年間2082人増やす方針を示しました。世田谷区は、世田谷区の国基準にのっとった数え方で、1109名ということで、過去最大の待機児数、これは全国で一番多いとされてますが、待機児解消が急務であるということであります。世田谷区の保坂区長は、新年度予算で36億円を計上し、今年度からの継続整備分を合わせて新たに30箇所の保育園を整備する方針を示しました。これにより世田谷区として過去最大となる2082人分の定員を確保するとしています。また不足している保育士の人材確保のため、保育士の住宅補助として最大で8万2000円を出す助成策や、就職相談会の開催などに6000万円を計上しています。一方、老朽化により改築を検討している世田谷区の庁舎については、2023年から24年頃に改築を完了する方針を示しました。ただ今の庁舎は、著名な建築家故前川邦夫さんによる歴史的価値の高い建物だとして、現庁舎を生かした残した一部改築の可能性もあると述べ、今月14日に検討状況を報告するとしました。